平山さん、はい、僕ね YouTube でどうしても許せない動画を見つけてしまったんです。はい、と言いますと、ゆるコンピューター科学ラジオって知ってます？あ、めっちゃ知ってますね。なんか堀本健っていう人と水雲大輝っていう人がやってる面白チャンネルと記憶しております。そうなんです。まあ面白いんですけど、はいはい、ただどうしてもここは許せないなっていうセリフが一個ありまして、はいはい、と言いますと、回としては、はい、ネットワークの話で、うんうんうん、まあ、はい、あの大泉洋は座標を目指して移動してるっていう、あ、その過言回ですね。そうですね、過言回っていうかで、そこの冒頭で、はい、まあ、堀本さんが水野さんに対して大泉洋言ったんですよ、はい、あの、まあ、正確ではないですけど、うん、あの要約はすると、はい、あの北緯 35.66145 東経 139.69080 で待ち合わせしましょう、はい、のがあるんですけど、これ許せなくないですか？え、そうですか。自分は、あ、なるほど、北緯と何でしたっけ、統計と、なるほどねって今納得しかけてしまいましたが、いや、これ許せないです。え、なんで許せないんですか？え、このままやったらまずいらん作業が増えて人の時間を奪ってしまうっていうことと、うんうん、あと最悪人が死んでしまいます。人が死んでしまうんですか？効率がまあ良くなくなるっていうのはともかくとして、人が死ぬんですか？そうなんですよね。だから、まあ、なんでこれ で時間を奪う、かつ人が死にかねないのかっていう話を今回はやろうかなと思います。はい、ぜひ生き残りたいのでお願いします。ごきげんよう、ゆる学徒ハウスネックです。今回、話し手を務めるのは、ゆる土木計画学ラジオの、パゲダと、はい、ゆる文学党の、平山が聞き手を務めさせていただきます。よろしくお願いします。で、今回のテーマは、まあ、専門用語を使うと測地形というものになります。測地形、測は測量とかの測ですか？そうですね。で、地形は、地上の地で、うん、あの形に限ってはあの形ではなくて系統の形、計算とかの形ですね。あれ、系統の形、ああ、はいはいはい、なるほど、取ったやつ、はいはい、なんとか形ですね、はいはい、わ、はいはい、かりました。で、まあ、これがそもそも何なのかっていうと、はい、地図とかあのを作るときに前提に置く地球の形っていうのを、うん、あの思い浮かべてもらえば大丈夫です。なるほど。だから地球がまあ丸いから、そういったものを考慮しないと、はい、その測量ができない。だから測地形というのが必要になるっていうことであってますか？そうですね。はい、で、まあ、今回はちょっとガチ治療というよりかは少し雑談会に近い形を取ろうというふうに思ってます。ありがたいです。私は今その土木と聞いても小学生並みのことしか思い浮かべられないんで、なんかそのちょっと前にツイッターでその測量してる人を見て、その子供がなんか YouTube の撮影をしてるんじゃないかみたいな勘違いしたっていうツイートを見たんですが、自分もそのレベルなんで、まあそのレベルのことをあの教えていただくと助かるかなと思います。ちなみに、あ、そのツイート僕もちょっと拝見したんですけど、正直な感想を言えば、あの離れろクソガキ辛辣子供に対して辛辣。いや、あれはね、マジで、あのまあ、僕が測量ってあの学校の実習でしかやってないんですけど、はいはい、一番怖かったのは小学生でした、その小学生がバケモンみたいな秘訣ないことなんですよ、うん、まあ、それはちょっと、まあ、後々あの測量の回っていうのを今台本を作っているとか、はい、そこでお話しようかなっていう、はい、まあ、まずこの測地形という、まあ、地形の形を思い浮かべることがなんで大事なのかっていう、地図や図を作るなんで大事なのかっていうと、はい、例えば、まあ、僕たちが普通に、北に5メートル、西に5メートル、で南に5メートルで西に5メートルって言ったら、ちょうどこう四角を一縮するような形であるじゃないですか。ああ、そういうことですね。はいはい。でそれを、まあ、普通の、まあ、地形の形がこんな感じで、長方形みたいな形になっていたら、普通にここの四角形に対してこういうふうに引けばいいじゃないですか、うんうんうん、地球がもしも平面であったとしたら普通に直線で引いて問題ないってことですよね。でも例えば、まあ、正式には変ですけどこんな形で、カーブがかかってたりとかすると、うんうんうん、それの状態で描くとなったら若干あの形が歪んだりとか。あ、そうですね、あれですの、非ユークリッド幾何学みたいな、あれですよね、もう名前しか知らないですが、僕たちが、地図を見るときって、まあ、あの地球から宇宙から地球を見たときに、うんうん、日本ってこういうちょっとなあの形があるじゃないですか。はいはい、日本の形、うん、でも僕たちは別に球体で地図を見るわけじゃなくて平面に起こす。そうですよね。でそうなってくるときに本当は違うんだけど、はい、若干見やすいように補正をかけなくちゃいけないです。
なるほど。だから本当の形とはちょっと違うようにその平面に落とす際に補正をかけると、はい、そうですね、はい、こういう歪んだ形をちゃんと綺麗な四角になるようにっていうので、うんうんうん、それを計算するためにはやっぱり地球の形を全思い浮かべた上で一つ修正をしていかなきゃいけないっていう、うんうん、なるほど。だから地図を作る際は全てこう 手計算というかその手動で、はい、あの自分 あの頭で行わないといけないから、そういったことをしっかりと考慮した上で地図作らないと、はい、こう平面に起こしたらぐちゃぐちゃになっちゃうよって話ですよね、はい、地図を正確に作れるってことは、はい、あの地球の大きさも正確に分かっているってことは確かに、はい、で、あの地図を作るっていうので偉人一人浮かびませんか？偉人は、日本の伊能忠敬とか思い浮かびますか？そうですね、あの、まあ、あのじいさんが一体何がすごかったのかっていうのを少し話すと、はい、まあ、やっぱり正確に、測れたっていうのも大きいんですが、一番結局測れたところで地球の大きさの補正をかけなかったら 今の地図と比べても遜色ないぐらいの精度の平面を起こせないわけだ、うんうん、なるほど。だから地球のこう形であったりでかさっていうのを把握してないと、はい、そのせっかく測量して、まあ、日本中歩いてもなんかいびつな形になっちゃって、うん、はい残念ってなっちゃうわけですよね。あの人のすごいところは、まあ、一個、まあ、さっき言った通り、まあ、50代から全国、あーなんか聞いたことあります、はい、なんか余生老後の余生というか、そうです、そんな感じであの作ったんですよね、日本の地図を。本当に測り始めたんだか分かんないけど、確か50代で家督を息子に渡して、うんうん、55歳からもあの幕府から命令が来て歩き始めたのがあったんですか？あ、そうなんですね、はい、なんかそして最後死んでしまって弟子が引き継いだみたいなの聞いたことがあります。73歳で亡くなって昼間完成したのがそこから5、6年後だった。結局測れてしまったりとか、あの技法が統一されていれば別に誰がやってもいいっちゃいい。なるほど、いいですね。その技術っていうのをこう一度こう完成させたらそれを引き継いで、はい、受け継がれる意思みたいな感じでやっていくわけですよね、はい。北海道、まあ、当時蝦夷地下の測量はしたかったらしいんですけど、うん、まあ、それは諦めて、で東日本だけ測量し終わった後に、あの、まあ、この精密徘徊じいさんがあだ名が分かりやすすぎるが、地球の大きさを測った時の誤差って今と比べてどれぐらいだと思う？どれぐらいでしょう。でも言うて江戸時代ですから、そしてそんなまだ鎖国はまだしてたんでしたっけ？一応してはいた。なるほど。では西洋とかの科学も、まあ、入ってきてないわけですから。いや、あれ入ってきてます。鎖国してたと言っても、あ、蘭学とかでしたっけ？蘭学とかが入ってはいるので、うんうん、なるほど。まあとはいえ昔ですから今と比べて、誤差ですか、はい、パーセントで誤差で言うと 5% から 10% ぐらいはありそうな気がしますけど、ね、ありがとうございます。正解は 0.1% すげえ。まあまあこの振りだったらめっちゃちっちゃいだろうなっていうのある程度予想してましたけど、 1、2% かと思ってデカめに言ったらまさかの 0.1% という、はい、その大きさはそれぐらい、うんうんうん、あの実際に書いた日本地図は、まあ、ちょっと誤差はありまして、はい、目立ったやつは、南北 の、はい、あの地形は合致したんですよ。すごい。ただ東西に限っては若干東にずれてる。なんででしょう。東西とかだと、はい、あの地球の大きさといえばあれ若干楕円になってるじゃないですか、はい、地球が、あ、なんか真円じゃなくてちょっと楕円になってるみたいな話ですよね、はい、聞いたことあります。そうですね。で、あの移動経度によってはこの一周の長さが若干違ったりとかするので。ああ、そうなんですね。計算狂ったの、あの、か若干狂ったんじゃないかと、うん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 、なるほど。だから綺麗な円とかじゃなかったから、まあ、そこまでは測りきる余裕がまあなかったと。そうですね。なるほど。そこの補正がちょっとうまくいかなかったから、若干東にずれたんじゃないかっていう。なるほどですね。もうこの人はそれぐらいで、てかそもそも50代なんですよ。50代から地球の大きさをちゃんと計算できる数学能力があったっていうのを、ちょっとこの人おかしいなと思いながら。いや、そうですよね。なんかその昔読んだ生方蝶って人の、生方なんだったかな、その天地明察っていう小説が昔流行って、あれも渋川晴美だったかな、なんか計算がすごいみたいな、昔読んだんで今曖昧で喋ってますけども、なんかだからその当時和算とかが発達しててみたいな話を聞きますけども、それの延長として伊能忠敬も数学能力に優れてたって考えていいんですか？まさにそうで、あ、そうですね。伊能忠敬、まあ、この大会じいさんが一番すごかったのは、測量の測るやつに天文学を取り入れてる。なんか天文学、確かにその古代ギリシャとかで発達してたっていうのは曖昧知識で知ってますけど、日本の江戸時代で もう発達してたんですね。そうですね。もうそれを考慮してから誤差計算とかを行ってるっていう、うんうん、なるほど。
だからなんかすごいその天文学ってその本当のイメージとしてはその星をなんかその見るみたいな感じのざっくりとしたイメージしかなかったんですけど、はい、この天文によって測量が発達したってことなんですか？まあ、僕もちょっと曖昧な知識ですけど、はい、よく船乗りとかが星の位置とか見てたら大体今どこら辺にいるっていうのを見出してたと思うので、多分それに近いです。なるほど。だからその北極星からあの北を割り出したように、はい、その緯度経度とかあるいはその伊能忠敬が日本をこう測る際に、まあ、その天文の方角によってその場所とかを正確に割り出したってことですかね。そうですね。だから多分東西もあのあれ多分それだからあれだけ正確な地図も作れた、うんうんうん、まあ、若干東にずれてはいます、うんうんうん、まあそれはもうですね、時代の問題ですからね。そう、まあ、その頃からもしっかりと作れてたっていうのがやっぱすごいですよね。まあ、なので、まあ、地図を作る上でもやっぱり地球の大きさっていうのが重要になってくるんですけど、まあ、形とかを どれを前提に置くのか。でも別に今って普通に人工衛星もありますし、はいはい、確かに、まあ、地図作るっていうのあんま必要じゃないんです。なるほど。だからあの地球あの外側から地球が見られるから、はい、そんなわざわざ手計算とかで地図作る必要ないんじゃないかって話ですね。写真撮ったら済むじゃないかってことですよね。だからまあでも実はこれで今日々あのこの測地計に頭を悩ませている人たちがいるんです。なるほど。この宇宙に人工衛星が飛んでいる時代にわざわざ測地計を考えるという時代錯誤にも見えるけれども、そんな人たちがいるんですか？めちゃめちゃ考えます。あ、僕実は昨日考えてます目の前に行った時代錯誤とか言ってしまったいや全然いいですか、まあ、主にやっているのは、自治体の方とか、はい、まあ、設計をする道路とかの設計をする方たちがよく考えてます。それはなんで考える必要があるんですか？例えば、地図さっきはあの書き起こすっていう形しましたけど、はい、例えばあのハザードマップみたいな。ああ、ありますね。なるほど。それで自治体とかが必要になってくるわけなんですね。データは座標で持ってはいるけど、はい、どうやってあの描画するかってなった時には、うん、その測地系で合わせたりとかっていうやつが。ああ、だからそうですね。そのある程度のものはこう歴史というか、はい、今までの過去のものを参考したらいいけれども、より正確にするために測地系が必要になってくるってことですね。まあ、ここからは、まあまあ、その実務の方たちがどういった壁にぶち当たって、うん、頭を悩ませてるかっていうのをなんかつらつら言っていくっていうので、確かになんか困難が多そうな気がしますね。そんな形にします。まあ、壁としては大きく3つあります。はい、まあ、まず1個目 の壁っていうのが、まずデータをさっきあの例えばここが土砂崩れになりますよって言った時に、どうやって今持っている地図の上に反映させるかっていうの。で、あの、ちょうど今日来る新幹線の中で軽く書いてきたんです。はい、すごいですね。新幹線の中でそんな即興で書けるものなんですか？そうですね。こういうか、これだっていいかな。画像しますけど、例えばこれ。はい。え、これをどこを書いたんですか？これは神戸です。ああ、なるほど。この辺で、あ、ポートアイランドとかありますもんね。はい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 。あの、山にある細い線っていうのが土砂崩れが危険があるところを表して、はい、これをどのレベルで書いたんですか？あのどこからどこまで書いたんですか？これは神戸市県内全部っていう、はあはあ、まあ、本当は兵庫県全部書いてるんですけど、これを全部書き起こしたんですか？書きあの GIS っていう透明ソフトがありまして、はい、データを入れ込めば、あとは測地計を合わせるだけでこういう図が簡単にできるんです。あ、簡単に書けてしまうんですね、はい、へー、すごい。この斜線の部分が実土石流によってここの範囲まで被害が及びますよ、うんうんうん、で青緑の点が、避難所っていうの、まあ、こういうハザードマップとかを作るんですけど、じゃあもしあの座標とかそういう測地計の情報がなしで、はい、形で言ったらここの点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 っていう感じで、あの座標がバーって集められていって、それを全部あの結んだらこういったような形ができるんですけど、そういう情報だけ測地計がなしに渡されていると、はい、測地計なしだったらどうなってしまうのか、間違えたやつこんなもんね。あらあらあら、若干違うのは、はい、なんかさっきは山の裾から土石流が流れてたりとかっていうのがあったと思うんですけど、はい、山の途中から急にあのガーってここの山全域が崩れるみたいな。ああ、そうなんですね。なるほど、不完全になってしまうわけですね。さっきの避難所もあの明らかに山しか見えだろうっていうか、湖の止まんなくて
なるほど、不正確になってしまうわけですね。だからあれですよね、その機械の力だけで書こうとしたらどうしても限界が生まれてしまうから、こう手動の測地計というのが必要になってくると。しかもこれ厄介なのが、このハイジにやってる地図も測地計によって合わせてるんですけど、もしずれたりとか、これだけずれたりとかしたらどっちが合ってるのかが分かんないんです。はい、と言いますと、実は本当はこの土石流と避難所の場所は正確な座標測地計で表してるのに、地図自体が測地計間違っているあー、なるほど。だから一旦何も渡されないで来たりとかしたら、まず投影してみて、これ多分こっちがずれてんだろうなと思って、ずっと測地計多分これだよな、多分これだよなっていう風に変更していくんですけど、どれも合わねえぞって言います。ああ、それはすごい時間の無駄ですね。すると次は地図を合わせようって言って、なんかまたいろんなやつやって、さらにその組み合わせを組み合わせてみたいな、めちゃめちゃ時間かかる。そうなんですね。すごい今の時代だから、そんなん全部自動でできてしまうもんなんかって勝手に甘く思ってましたけど、実はそんなことなくて、ちゃんと計算を今の時代も、それこそ伊能忠敬がやったようなことを今も引き続きやってるわけですね。もうここら辺はまあよっぽど昔の電話じゃない限りはそうはならないんですけど、僕が最初にこの GIS を使った時は、はい、めっちゃ古いデータで、今じゃ使われてない測地計が使われてます。あ、変わるんですね、そういうの。まあ、ちょっと凝った話をするとしたら、1984年に変わったんです。じゃあ今から30年ほど前、まあ40年ほど前ぐらいですか。はい、WGS84 系っていう測地系が見出されまして、はい、今の Google マップとかで使われてるやつ。あ、そうなんですね。だからそれ以降は今の Google マップと同じような基準でしてるけれども、その84年以前は全く違うものだったんですね。そうですね。あれは割と 全世界的にちょっと原点をずらせば正確にこういうのが起こせて、グローバルですね。便利ですね。で、日本ではまだそれまでは、旧日本測地計っていうのがありまして、はい、作られたのが明治時代。あ、めっちゃ昔、はい、そんな昔から100年近くずっとそれを使い続けてたってことですね。ちょっとずつは補正はしてはいるんですけど、うん、やっぱりそういう結局日本でのなんか明治時代で使ったまあ杭みたいなのがあるんですけど、うんうん、それを使ってるのにどうしても今ちょっと正確っていう、うんうんうん、でそれがちゃんと直されたのが2000年。あ、結構最近ですね。 JGD2000 っていうのが、はい、それが今 のいわゆるこのハザードマップとかでも作られているようなやつです。なるほど。だから日本もその2000年以降、はい、そのスタンダードなものにグローバルスタンダードになっていって、なんか昔使っていたものだとやっぱりどうしても限界があるから、まあ、今より正確になっていって、だからこそ海外の人とかも同じような測地計が使えるってことですよね。それは良いことですね。まあ、今は実は2011っていうのは、はい、まあ、それは何でかって言ったら東日本大震災。ああ、はいはいはい。あ、ずれたんですか。ずれるんです。はいはいはい。まあ、これも詳しくは測量で話す、測量の機会で話す予定ではいるんですけど、はい、まあ、ちょっと先取りするんだとしたら、どうやって座標を合わせてるかって言ったら、日本全国になんか杭みたいなやつを全部打ちまくってるんです。日本全国に杭を打ちまくってるんですか。多分物を見せたら、これ見たことあるっていうふうに思うやつがあるんですけど、これなんか街中でこういうの見たこと。あ、めっちゃ見たことあります。これ三角点って言っていて、はい、ここの地点はめちゃめちゃすっごい厳密なやり方をして測量して、うんうん、座標を特定してるんです。なるほど。だからこれを見ると逆に言うと座標が特定できるということです。そうなったんですね。なんかすごい道端に岩生えてるわぐらいでしか思ってなかったんですが、これ絶対にずらさないでください。いろんなものが来るんです。すごい。でもこれをそれ知った今だと、なんかこれ見る目が変わりますよね、やっぱり。そうです、まあ、これが、まあ、これが日本全国に打ち付けられて、それを全部三角形で積んであげてる、はい、はいはい。それで、まあ、いわゆるすごい細かい単位で見てあげて、最終的に全部揃えてあげるっていうようなやり方をしてるんですけど、うんうん、あ、だから最初に大まかに測ってから後から修正するってことですか。へえ、そうですね。でも地震が起きたりとかしたら、まあ、地面自分。ああ、なるほど。だからせっかく打ち込んだはいいものの、地面がずれたからそれを戻さなかった。そうですね。それを戻したのが2011年だったと、ね。はい。一旦それを読んで補正を書いてあげたのが次だった。なるほど。うん。
それはじゃあ大変ですね、はい、ちなみにあの測量のディスプレイとかするときに、はい、最終的には標高 と、座標も全部あの特定されるんですけど、はい、ただこれをあの一番近いやつどれだって言ってこれを探すのはあの院生たちが必死にサイトを検索して、うんうん、探しまくって抜かれてないかどうかチェックする。ああ、なるほど。どこにあるかっていうのは分かっても実際にそこにあるかどうかっていうのは目で見ると分からんってことですよね。確かに1級2級3級4級で分かれてるんですけど、まあその1級が一番正確で、はいはいはい、4級になっていくと正確ってやつで、なんか4級ここあったけど来年あるのかなみたいなことがもうヨーヨーにして起きる。ああ、興味本位で聞くんですけど、簡単に抜けるもんなんですか？意外と簡単です。そんなこと言って大丈夫なんですか？やられたら多分ですけど、かなり厳罰なのか。ああ、普通に法律でかかるんですね。いや、そりゃそうですよ。全部の地図狂いますか。確かに、すごいことしてますもんね。へえ。だからある意味、地図を殺してしまってるわけですもんね。そうです。じゃあ、皆さん、しないようにしてくださいよ。まあ、自分もしないようにします。まあ、なかなかコンクリートの杭ですからね。あれ何て言うかな、100キロってあるんじゃないかな。あ、結構、そんな重たいんですか。結構土にガンってあの、はい、埋めるので。ああ、じゃあ抜けなくないですか。5キロぐらいでひょっとなんか。いや、でも自販機盗むやつもいるぐらいです。あ、まあ、気合の入った泥棒だったらしかねないってことですね。まあ、こういうのもあります、あります。なんか山とかにもありますよね、そんな感じで。ありますあります。てか山が多いです。ああ、なんか自分山岳部だったので登ってたら謎の直方体がモノリスみたいに入ってなんかその立っていて何かなって思ってたらそれだったんですね。多分それ GPS 測量用のやつです。あれ、またちょっと違うんですか。あの GPS、 いや、あの意味は一緒なんですけど、はい、GPS、 人工衛星が直接別に人が行かなくても測れるように、はい、そういうポールみたいなのを立ててあげるっていうのはあるんです。あ、人工衛星がこうあのそこをこう目印とするために立てていたやつなんですね。なるほど。ちょっとだから部署が違うというか、同じ地図を作る棒であってもちょっと違うってことですね。いや、めっちゃ出すじゃん、何話してる。まあ、そんな感じで、あ、そうです。地図の測地系と実際の測地系がずれてるとか。はい。なんで、まあ、結局そういう感じで測地系をしていく。くれないとめちゃめちゃ時間かかるんで、まあ堀本さんがさっき言ったような単純に座標だけ言ってくれたりとかしたら、まず何の測地系ですか。なるほどですね。だから座標だけ聞いたらなんとなくその場所が分かる気がするけれども、測地系っていうのをしっかりと使わないと正確じゃないから良くないってことですね。避難所に行こうとしたら山のど真ん中に出てくるみたいな。あ、大変ですね。やっぱりその生活に関わってるからこそしっかりとしないってことですね。で、次が、まあ、3D の地図を作るときに壁があります。これが2つ目の壁です。はいはいはい。で、これ、まあ、さっきのソフトで言うんだけど、これ、ちょうど今朝作ってきたので。今朝作れるんですか？すごい 3D でできてる、はい。これはここら辺じゃないんですけど、ちょっとあの兵庫のデータを使って、はい、作った後に建物の高さを加えてあげるっていうのをやってます。はい。で、まあ、ちょっと、ずれたりとかすると、これデータとかがなかったりとかしたら、ちょうどここを境目に、はい、にこんな感じで、うん、ここはであの高さのデータがないので、ちょうどここから断崖絶壁みたいになるんです。あら、本当ですね。まあ、これは別に考慮しなくていい。はい、これめちゃめちゃ重たいデータなので、実際に僕これ多分100メートルにしようじゃないかなの地図ですけど、この、 今撮ってるパソコンが、ありました。で、1個はこれで、この 3D の地図を作るときにやるのが、データをもらうじゃないですか。はい、まあ、さっき言った北緯何度、東経何度って、はい、座標のデータをもらって、標高が4メートルっていう記載があるんですけど、はい、でも、GIS 上でと、これめっちゃうざくて、何でかって言ったら、タイムが揃ってない。東経と北緯は何度だけど、標高だけ4メートル。あれ、そう、なんかこの長さの単位で標高4メートルっていうのは聞きますけど、それも度とかで表せるもんなんですか。ね、正確にはそっちを合わせるんじゃなくて、はい、本当にこういうを来るときは緯度経度の方をメートルに合わせるんですか。緯度何度っていうのをメートルに合わせ表せるんですか。どんな感じになるんですか。例えば、X
東の方向に2万何メートル、はい、あなるほど、北の方向に4万何メートルっていうような形になるんですけど、うん、これはあのさっき言った WGS84 っていうのは基本緯度経度経って言われてるやつで、はい、そうではなくて平面直角座標経っていうのがありまして、はい、それはメートル単位で特定のところを原点に置いてあの東に何メートル北に何メートルっていうのが、あなるほど、だから全部メートル距離に表すことによってその全て、あだから縦横高さが全部メートルに揃うから計算しやすくなるってことですね。なるほど、なので、まあ、ちょっとあの落ちみたいなとこ言っちゃいましたけど、はい、なので例えば、GX 上で単純な平面で見るとさっきの緯度経度だけあの、まあ、35度と3北緯35度東経136度っていう感じで、うんうん、でも標高4メートルっていうで、はい、読み込ませるとまず僕たちってまず平面上で見るじゃないですか、はいはい、合ってるなって思って、うんうん、別にここから少しすごい手間がかかって 3D の地図作るんですけど作った途端にあの標高4メートルが標高統計4度分の長さがバンって出てくる、うんうんうん、なるほど、どうで表すと高さが変になっちゃうということですね、そうね、まあ、ちなみに計算するんですけど、あ、4メートルとかだと大体、360km 分 の建物ができます高多分あれじゃないですか、その成層圏突き抜けて、そうですね、宇宙台まで、はい、宇宙なんかそのエレベーター何でしたっけ、月まで続くエレベーターみたいな、なんか そんなイメージになっちゃいますよね。あ、ちなみに、富士山をこのやり方でやったら月までもう少し行ける。あめっちゃ飛び抜けてしまいますね。なんですよね。なんで、単位揃ってないと変なことになるんです。なるほど、単位は揃えた方がいいです、ね。まあ、実際にどんな感じになるかって言ったら、さっきの地図を、緯度経度圏のさっき言った位置と大体90キロぐらいのやつにやると、こんな感じ。あ、すごい。めっちゃ地面がめっちゃ盛り上がってますね。バベルの塔みたいな。めちゃめちゃ手間かかってさっき言った通り先に平面の上で落とし込む必要があるので座標をしてあの底地形指定されなかったらさっきの壁1のめっちゃ手間みたいな、うん、あの地図とデータの組み合わせをいっぱい考えてよしできたって 3D っていうふうにやったらこんなやつが出てめっちゃ笑かされますね、それ見たら。ただ作ってる人にとってはすごいショックというなかなかげんなりします。ビジュアル的なインパクト強いんで、はい、これを見せるとそのみんな単位揃えたくなるかもしれないですね。本当に単位揃えてくれていやなんかよく言うじゃないですか、そのヤードポンド法は良くないからその揃えるべきだみたいな話あるじゃないですか。でそれってまあ一方ではその通りだと思いつつも別にそんなに今そのローカルの人たちが困ってないんだったら、まあ、日本でもその一条とかそのあるじゃないですか、別に困ってなかったらそれでいいんじゃないかって個人的には思ってたんですね、うん、でもこの測量に関してはしっかりと揃えとかないとこういった実害がまあそのメートルとかに揃えないと起こってしまうから、まあ、揃えるべきだっていうその趣旨はすごい今分かりましたね。これを 3D でやりましたけど、例えば駅を中心に 1km の円を引いてくださいっていうやつもできるんです、はい、GIS、うんうん、でもさっきみたいにこれは本当に落とし穴なんですけど基本は緯度経度経なんですよ、はい、でも、はい、その状態で半径 1m って言ったらさっきの、1km で描くとさっきの90キロ、うんうん、あが出てくるので突然さっきまで神戸市内の駅の周辺見てたやつが急に真っ赤になるっていうすごいなんかゴジラがやってきたんかみたいなノリになっちゃいますよ、ね、めちゃめちゃなんか急に重たくなってフリーズして当然終了しなきゃいけないみたいな、うんうん、あらだからパソコンにも良くないってことですね。へえ、そうなんですね。なんか単位を合わせろってすごい腑に落ちるというか考えたことのない視点でした。まあこういった場合でもこういうデータはあるので、はい、なんか北緯と東経だけど何度っていうのでなんか標高でメートルだったっていうのは、うんうん、最初に平面の地図を合わせてあげて、まあ、一旦別のデータとして、はい、別の測地に変換させてあげるっていう手間を発生するんですけど、うんうん、まあ、最初から合わせてくれやっていうだから手間を減らすために単位を合わせると、はい、ここでも測地形はなかったら見られる。ああそうですよね、測地形すごい活躍してるわけですね。で、まあ、最後の壁っていうのが、はい、図面と現場の事故で、はい、図面上でも
測地形っていうか座標を使うんですよね、はい、例えばこれボールの図面です、はい、よく見ていただけるとここになんか数値みたいなやつが入ってなんか十字があると思うんですけど、はい、あ確かにこれがこの地点はあの東経何度です北緯何度ですっていうのを表してる。なるほど、はい、でもこの図面だけだと実際現場とかに行った時とかに困るので地図も持って行って一緒に調べてあげる持って大体どこら辺で調査すればいいのかっていうのを見てあげるんですけど、はいうんうん、例えば、まあ、さっきの図面見てここの地点であのボーリング調査をしてくださいって、はい、ボーリング調査ってわかりますか？あなんかこう理科中学理科の知識しかないですけどこう掘って地質とかを調査するやつですよね。あれですねドリルとかでなんかしたらできる。ドリルではないな本当。あドリルやったらその潰しちゃいますもんね。なんかすくうやつみたいなやつですか？そうですね。あれをしてあげるんですけどもしあのこれさっき図面と地図を持っていくって言ったんですか、はい、あの図面で大体座標を調査する場所の座標を見てから地図で、うんどこら辺なのかっていうのを見ていくってね、うんうん、もし図面と地図の測地形が違っていたら、はい、それでボーリング調査する位置がもしずれていたら、うんはい、さっきみたいな山のど真ん中に、うん、でもしそのずれた先にトンネルがあったらまあそうですね大事故ですで貫通してそこに電車が突っ込んだら人が死ぬ、うん、危ないあなるほどそれで人が死ぬっていうのが、はい、だから実際の事故として起こるわけなんですね。ちなみに僕が知る限りでは1件あります。あほんまにあったんですか？本当にあった。そういうのってなんかこうある意味一種のジョークというかその緯度と経度だけだったらその場所が分からへんくなるから困るよっていうレベルじゃなくてほんまに事故が起こってしまってるんですか？最近ね。そうなんですね。最近で、はい、なるほど。なので、まあ、お兄さんがさっきなんか待ち合わせ場所で来てたじゃないですか、うんうんはい、ここでもしボーリング調査をやるんだったら、はい、もしかしたら地下鉄のトンネルを貫通しかねて大変なことになりますよ堀本さん。まあめちゃめちゃ可能なこと言いますけど、うんうん、焼き肉屋らしいですけどねこの作業は。あそうなんですか？なんからしいなんか、そうなんですね。なるほど。だから最初その人が死ぬっていう話聞いてそのシンプルな悪口というかそのしっかりとこうなんていうんですか正確にしないと現場の人が困るからあのブチギレるぞっていう意味の比喩だと思ってたんですけど本当に事故が起こりうるからその我々はそのしっかりと単位を合わせた上でその正確にこう指し示さないといけないってことですね。へえ。これは割とガチの事故だな。なるほど。それは学びになりますね。まあここまでで3つの壁をそうですね話して、まあ、話としては以上です。はい、伝えたいメッセージとしては、気軽に座標を使うんじゃないっていう、うん、すごい座標を使いこなすには、はい、テクとそういう頭が必要ってことですね。まあ今この話を聞いて興味持ってくださった方とかは、まあ、こういう東映とかで少し遊んでみたい方もいらっしゃると思うので、うんうんうん、まあ無料で使える GIS もそっとあるんですけどあの、まあ、QGIS っていうものがありましてでそれとあとちょうどこの演習料って神戸でやってるんですよ、はい、そうですね。神戸って割と GIS のデータって結構積極的に公開してくれてまして、そうなんですね、はい、さっき の, あの 3D で起こせる標高のデータとかって基本あの実態の場だって出したがらないですよね。なんで出したがらないんですか？まず調査が大変。あ、めんどくさいからってことですか？めちゃめちゃつくのめんどくさい。確かにさっき言った通り基本は緯度経度経で平面を起こすんだけど標高で作るあの水準値作るんだとしたらメートル単位直さなくて、あ、そうですね。さっきの処理の手間があるってことですね。あとこれでこのデータは確か1メートル単位で取っているんで、はい、データ量自体がめちゃめちゃ大きい。ああ、そうなんですね。まあそういうのはあってやりたかったんですよ。なぜかあの兵庫県は結構あの大盤振る舞いして公開してくれてるんですよ。ありがとう兵庫。はい、そうなんですよね。まあ結構それであのまあ。まあ、自分でやらない方とかはそういう 3D の地図で遊んでもいいなと思ったのでちょっとまあ概要欄の方にそのリンクも貼っていいもらいます、はい、あとはまあちょっとあのまあ言っていいかあとあの黒川さんのゆる民族学、あ、民族学、はいはい、黒川さんの話で確かデータ分析を紹介する回だったかな、はい、それでArcGIS でカーネル密度推定をやった後ラスター演算で差分を取ったみたいな話があったと思うんですけど、うん、あれ僕すんなり分かったんですけどすごいやっぱり本職の人に聞くとそれ専門用語並べてても分かっちゃうってことですね。
まあ、パーク GIS ってあれは無料のソフトで年間ライセンス確か100万ちょっとぐらいすると思う。あ、そうなんですね。別にそれやらなくてもさ、あの概要欄に書いてる QGIS とかだと、多分クラッパーさんが言っているような、あの完全無償分布をこういう、うん、ああ見たことあります、ヒートマップみたいなやつ、はいはい、まあ、これを仮想のデータ作ってあげて、あの簡単に作ったんですが、うんうんうん、まあ、人が集まっているところを赤くするみたいな形で、なるほど、こういうやつも簡単に作れるので、まあ、黒川さんもし見てくださったら、まあ、ちょっと遊んでみてください。そうですね、夜景もされていきますね、ゆるがくとの人々が、はい、まあ、話としては以上というふうになります。いやでも本当にこう地図に対する解像度が低かったので、自分としては全部機械任せでできてしまうんじゃないかってずっと思ってたんですね。だから伊能忠敬はあの実際に現場歩いて測ったわけだけれども、まあ、今はそんなことしなくても、それこそこうなんか人工衛星とかで測って、まあ、自動的にできてしまうんじゃないかって思ってたんですけど、それは大きな間違いで、まあ、今もなおこうマンパワーというか、しっかりとこう技術とあの経験を持った人がその地図の測量を言っている測地形を使いこなしているってことが分かっただけでもすごい収穫になったかなと思いますし、まあ、だからこの緯度と経度だけを示すことは非常に良くないってことが学びになりましたね。人が死ぬという恐ろしいことが起こるわけですね。皆さんもし座標を送るんだとしたら、せめて測地形だけではなくてどのサイトを言ったかっていうのを、どのサイトを見たかっていうのだけでも教えてください。あの Google のあったら WGS84 で普通に分かるので。なるほど、ソースが大事ってことですね、学問も地図も。あとそうですね、思ったのが、うん、やっぱりその全ての単位に合わせるってことが結構そのなるほどなって腑に落ちたところで、だからやっぱりそのあれですよね、そのパースペクティブですよね。要するにその絵描くときとかって、その近代以降はその一点透視図法とか言って、要するに一個の消失点があって、その消失点に合わせてなんかこうどれぐらいその遠近感ですねをその表現したりするわけですけども、まあ、それってそのちょうどそのなんか絵画の展示みたいなのを見に行ったら、その江戸時代にそのパースペクティブ遠近法っていうのがその西洋から入ってきたんですって。ただ最初のうちは結構みんなこう真似はするんですけども、確立化されてないから遠近法使ってるけど未熟というか、まあ、だからこうあの建物の中は遠近法使われてるけれども、その背景のところはこう昔ながらの日本画的というか、こうすごい俯瞰的になってるっていう、そういういびつな、まあ、いびつだからこそ面白いっていう、まあ、その見方もありますけども、そういうあの漢字の遠近法がうまく使いこなせてない浮世絵っていうジャンルがあって、そこからまあ明治になってようやく西洋の遠近法みたいなのがパースペクティブが、まあ、日本の人も習得できたっていう話だったと思うんですけども、まあ、地図に関しても一緒で、だから昔はその結構こう曖昧というか、その技術的にはこう正確でなかった、まあ、もちろん伊能忠敬は 0.1% 以内の誤差で書いてたけれども、まあ、東にちょっとずれていたみたいなところがあったのが、まあ、どんどんこう技術が発展することによって、あの正確な遠近で書くことができるようになった、まあ、だからその計算っていうのがその単位を合わせることによって可能になったっていうのが、なるほどなって思ったところですかね。で、あとそのあの老いうんちくというか、さっきそのゆる文学ラジオの収録の時にボルヘスの話が出てきたと思うんですけども、でボルヘスがなんで出てきたんかって言ったら、あのちょうど地図を作るみたいな小説があるんですね。で正確な地図を作ろうって思ってたら、最後のオチがその地図の大きさがその作ろうとしていた地形の大きさと一緒になってしまうみたいな、そういうオチの短編の学問の精密さみたいなその短編だったと思うんですけども、まあ、そういった地図知識一個だけあるので紹介しました。何の脈絡もないですが。ですかね。面白いです。多分そういうのになってると、今だと、まあ、Google が確か作ったような天文データとかで、はい、実際にこういう空間とかを一点でなんかあのプロットしてあげて、はいはい、あの地形を再現するみたいなやつもあるので、うん、意外とそういう。あのまんま物を作るっていうのがなんかできるようになるんじゃないですか。そうなんですね。じゃあボルヘスも絵空ごとじゃなくなってくるってことですかね。例えばさっきの僕が作った 3D のやつとかも、はい、AR のやつ組み込んだりとかしたら、実際にこう街つこう歩いてる中でなんかさっきの青い四角みたいな、うんうんうん、すごいですね。じゃあそのハザードマップが平面だったのが本当にその 3D でどこに行ったらいいかっていうのも今後分かるようになってくるわけですね。それ便利ですね。では、ね、以上です。はい、そうですね。あの自分も
と、まあ、地図に関して小学生だったのが、まあ、中学生ぐらいになれたかなと思います。ということですもう中学か思春期に入りましたので、まあ、地図とこう喧嘩してみたりとか仲良くなってみたりしたいと思います。いやぜひぜひ、はい、僕は喧嘩の打ちっぱなしのなるほど確かにそうですね。やっぱり専門家だとどうしても悪戦苦闘してしまいますよね。うぜえなと思いながら、まあ、自分は地図との初恋なのでちょっとアバンチュールに興じたいと思います。はい、はい、終わりましょう。はい、終わりましょう。じゃあコメント欄にですね、皆様もその地図に関するその単位を合わせたコメントを書いていただければと思いますので、はい、お願いします。それでは終わりましょうか。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。